57歳で収入源が全くなくて生活に困っていた私が、インターネットだけで好み以上の生活ができるようになった方法。年金だけでは生活が苦しい人、パート収入では足らない人、子育てシングルマザー、副収入が欲しい人、そんな人は今すぐ動画の下の説明欄の赤い枠、この URL をクリックしてください。スマートフォンの人もこの URL をクリックするだけです。じゃあいつやるか、今でしょ。成績を伸ばす一番簡単な方法は1、音読。英語なんて言葉なんだ、こんなものやれば誰だってできるようになる。問題文をどう読んでいくかということ。公式は全て瞬時に導ける。定義がちょっとでも曖昧になっていると途中で間違ってくるんだよ。基礎の基礎が怖いってことを今日何度も言っときます。じゃあいつやるか、今でしょ。全部頭の中入ってるから。英語ができれば世界中どこででも仕事ができるじゃないですか。はっきり言うけど過去の成績なんか関係ない。一つの問題を違う見方で捉える。まず敵を知ること。数式は言葉です、計算じゃない。じゃあいつやるか、今でしょ。復習をすることによって本当に自分のものになるんです。我々の目標は平均点などではなく満点だ。公式なんていうのは忘れたって導けると。頭には知識はあるの、あとは訓練と引っ張り出す練習とスピードの問題です。世の中で常識だと思われてることを常に疑ってかかること。呆れるほど分かるほど分からせますから。間違うことはいいことだ。人間間違わなかったら進歩がないでしょ。数学の力を上げていくことが目的だから、答えだけ出すことにこだわっちゃう。正確に読んでいくんです。必ずそのメッセージは届くように書かれてます。そんなことを考えている時間が一番もったいない。自分の限界に挑戦してね、それを乗り越える。親しんでください、楽しんでください、好きになってください、愛してください。解けなくても現象が分かるっていうことは大事なことなんです。じゃあいつやる、今でしょ。20回ぐらい音読。たった今スタートを切ることによって大きく人生は変わってくるだろう。式で追っていくんじゃなくて、自分が書いてある式が感覚的に分かるように。因数定理を考えれば、これ x-r だから因数の文字に決まってるわけだよね。じゃあいつやる、今でしょ。17歳で収入源が全くなくて生活に困っていた私が、インターネットだけで好み以上の生活ができるようになった方法。年金だけでは生活が苦しい人、パート収入では足らない人、子育てシングルマザー、副収入が欲しい人、そんな人は今すぐ動画の下の説明欄の赤い枠、この URL をクリックしてください。スマートフォンの人もこの URL をクリックするだけです。じゃあいつやるか、